皆さんこんにちは。今日の一文字は新しいです。新しいで一文字、書道アートを始めたいと思います。11月2日は書道の日、いい文字の日である。そうなの。今回は2パターンの新を書かせていただきました。こちらは新発見の新です。こちらが目玉みたいな感じで、ちょっと驚いた感じの新になってます。で、こちらはですね、新生活の新です。これから新生活ですね。その新生活の期待を込めて、こうゆらゆらと揺れ動く心の様を書いてみました。で、結構賑やかになってるので、これからの生活に期待大のシーンとなってます。上の部分、ここは神聖な大きな針を意味します。その下は針が当たった木。木を選ぶときに針を当てて、どの木を選ぶか決めたそうです。そして右側は木を切る斧を意味しています。神様の意志によって選ばれた特別な木を新しく切り出すことから、新しい、初めの意味となりました。